締めパフェってなんすか噂で聞いたの今さっきそこで聞いたお知らせです。ただいまゲストに参加してくださる方、番組をやってくださる方を募集しております。いろいろと条件がありますのでお問い合わせください。CM バナースポンサー様のご紹介です。締め、大人が輝く背中を見せる梅ちゃんでの松原幸太様、ご飯の締めでもいい。シンガーソングライターの平良さん、おーイエーイ、世界観のテラスパワー、即シートパナマ融合サロンリリース、おーいいですねそれ、うちの家普通にそれやるよ多分。締めパフェ、紙エステサロンサロンビューティー、バリバリバーガーブラジルフレッシュ様、富士のパワーマブハイ様、いつもありがとうございます。重鎮、重鎮じゃない、重鎮なんです、重鎮じゃない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 、ズバットさんでもいい、ズバットさんでもいいですか、ズバットさんだよね、ズバットさんじゃない、ズバットさん、はいどうぞ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。アキラのようこそアポンやってまいりました。今週もよろしくお願いします。見ての通りマスクが取れてるということは風邪も治りました。お、風邪ひいてましたね、そういうのね。そう、ひいてた。で、僕はですね、こう風邪ひくとですね、しばらくちょっと咳が残る、まあ、みんなそうなんですかね、なんですけども、まあなんとか今は大丈夫かな。さっきまでちょっとごほごほしてました、だったんですけど、まあまあ大丈夫だと思います。ということでですね、まあ普通にこう見てる方は今僕の隣に女性の方が座ってるかと思います。これは幻影ではありません。幻ではゲストさんですね、ちょっと特に最近呼ばないような感じですね、やらせていただいて、こう一人で喋ることを楽しんでいるというですね、非常にこう贅沢な時間をいただいてですね、ですね、ちょっとこれいいのかなと、主催者さんに申し訳ないかなと思いつつも、わがままをですね、大体僕ゲストで呼んでも大体僕の話をするから、ゲストさん意味ないじゃんみたいに言われたこともあってですね、非常にこう反省をしている中で、はい、今日はゲストさんということで、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか婚活ズバッとさん、ズバッとさんです、ズバッとさんに来ていただきました、はい、前番組から引き続き、手芸会って何するのっていう今日はお話だったんですね、はい、手芸するだけです。すごいですね、手芸って。コメント入ってます、そう、コメントを見ましょうか。ああ、そうやって見れるの。そう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 、すごい。あ、ひでみさん、タンタンキャリア、わーい、ありがとう。朝ちゃん、さっきはありがとうね、はい、ありがとうございます。こんな感じで喋っております、はい、まあこれでも結構抑揚ついた方なんです、淡々と僕喋る方ですけど、もっとですね、もっと8年前とか10年前は配信やりたての時はもっと淡々と喋っていたんですけども、まあこれでも表現力ついた方なんです。ありがとうございます。もう本当にですね、ヤイズ TV にそう育てられたと言ってもですね、いい、まあ別に青木さんが何か指示を出したわけじゃないんですけど自分で一生懸命ね、そう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 、ね、まあ、別に研究されたんですよ、ね、録画とか見てます、自分の、うん、見てますよ。私自分大好きだもん自分でしか見ない。いやいや、僕も大好きですけど見ますよ、一応チェックします。あ、え、マイクさんとかも見る、見ますよ。え、自分の本番というか歌った後のその YouTube とかっていうの、はい、何気に後ろ下がってるの、すごいですすごいですね。え、なんで見るの恥ずかしいですか。ちょっと恥ずかしい。あ、てか僕は見ない派ですね。あのこう舞台とかやる、あ、僕出てるんですけど、 あれってこう大体 DVD 録画してあって、うん、はい、で出演者の方にはこう DVD っていうのが有料であったりとか、うんうん、まあ、大体有料なんですけども、うん、ね、まあ、買うわけなんですよ、うんうん、でじゃあそれ見るかっていうと、うんうん、僕今まで見ない、見なかったこと怖くて見れないっていうのあの時やったあれは恥ずかしてみたいな。そうそうそう、本当はいけないんですよ。もう僕は割と舞台割と、うんうん、今年はもう縮小稽古に、縮小稽古なんですか、運営側に回ります。あ、そうなんですね。もうこうやりたいようにやりますけどもですね。そう、ニョッキのお店、あ、はい、ニョッキのお店パパさ さんのママさんっていうのなんかちょっと分かりにくいんですけど、そう、さっき締めパフェのお話してましたけど、はい、そうだ、そう、噂の締めパフェって何なんですか。いきなりぶっ込んできました、ね、いや、来ますよもうはい、僕も実はあんまりよく分かってなくて、オフ、そう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 、ダメじゃん。なんですけど、それこそさっきのそのニョッキの店パパのママさんですね、はいはい、うんうん、パパのママさん、そうそうそう、まあ、そこのお店が
あの静岡締めパフェ、ほう静岡締めパフェを広める広め隊っていうのがあるんですけども、うん、広め隊、いいね、そうそうそう、その広め隊の、まあ、責任者さんということで、まさに今こう見てるのかな、あどうなんでしょうかね、これ結構シビアですからね、こう配信してる側はですね、こう何が数字で分かっちゃうっていうのはですね、あーまあね、あこの間締めパフェしました、マキさんありがとうございます、いいね、はい、いいね、青木さん早いですね、仕事が早い、ね、さすが、うん、そうそうそう、締めパフェ、パフェって何が好きですか、僕はですね断然チョコレート、あーミートゥーです、あマイクか、あれ何ですかね、こう分かれますかね、フルーツがいい人とチョコ派と分かれるでしょ、あどうなんですかね、うん、他の人はでもそのぐらいしかなくないですか、あとプリンとか、あそうか、プリンアラモードはパフェに入る、いやどうですか、分かんないですね、あね、ここそこから その議論を今日やるんですそもそも、ああどうぞどうぞ、そう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 、うん、なんでパフェ、はい、でどっからどこまでとか、プチもパフェ、あパフェってミニパフェとかっていうね、あるじゃないですか、もうアイスとチョコかかってて、はいはい、ちょっとポッキーみたいなプスプスって刺さってて、はい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 、ちっちゃいパフェも、うん、OK?オッケーなんじゃないですか、オッケー、え小さいってどこまでが小さいね、そこよまあそこはねお店によっていろいろ違うんでしょうけど、そうそう、あのさっきのパパさんのですね、うんうん、パフェなんかはこう、うん、結構おしゃれなんですけど、こうワイングラス、ああいいですね、ワイングラスにですね、でニョッキの店なので、うん、あカオリンさんありがとうございます、あ ペガサスです、サルコンビ、あサルなの、そうサルです、はい、今イノシシって見えたけど、うん、サルイノシシやね、私の職場の人も猿だった、あーそうですか、ペガサスと猿って仲いいのかな、僕は得意ですよ、パーフェクトスイーツなので全部 OK ですよ、おー、そうなんだそうなんだ、ちょっと関係者も知らないというですね、うん、そうか全部 OK、 うーんアイスに何かかかってても OK ってこと、そうそう、いいじゃないですか、だってそのさっきのニョッキのパパさんのところの、うんうん、あのパフェは、うん、ワイングラスにまずあって、うんうんうん、でその中に何ですかね、冷凍のニョッ冷凍っていうかニョッキが入ってるんですよ、パフェに、そうそうそう、なで、あれヨモギみたいな感じの緑のやつで、はい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 、入っててでっていう感じでこうできているので、こうなんかお餅のような、ああ美味しそうかも、これそうそうなんですよ、ニョッキなんだけど、はいはい、でここのニョッキの、 あのパパさんのところのニョッキっていうのは、うん、こう非常にこう弾力があって、あの噛み応えがあってですね、結構美味しいんですよ、こうあのお店によってはニョッキってこう食べたらほんこう噛んだらこう口にこう溶けていくようなですね、そういうニョッキっていうイメージ持たれてる方が結構多いんですけども、でそうするとか、えパフェにニョッキ入ってるのっていうと、うんうんうん、あのちょっとこう勘違いというかですね、うんうんうん、難しいところあるんですけど、うん、こうなんかお餅みたいな冷たいニョッキだよ、抹茶の、そう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 、あ抹茶抹茶、カオリンさんがね、はい、あのパフェとパルフェの違い知りたいっていうけど、どうですか、わかりますか、え発音の違いじゃないですか、そこえだってそう、そこなのかな、だってあの例えばあのパフェじゃないけどジェラートってあるの、あはいはいはい、ジェラートとアイスクリームの違いって知ってます、うん、でジェラートっていうのはイタリア語なんですよ。でスペイン語はエラードっていうんですけど、まあまあアイスクリームですよ。うん、まあまあ厳密にいろいろ違うかもしれないんですけども、うん、ですね。そうそう、冷たいニョッキ、抹茶ニョッキだよっていうのとですよね。パパさんの締めパフェは極上の贅沢感。あ、金粉が塗ってるです。で抹茶のこうあの茶のこう粉がパウダーがこうあって。僕のフェイスブックのところによく出てるんですよ。ぜひぜひじゃあね、あきらさんのフェイスブックをね、そう見て、うん、食べに行かねばね。そうですね。締めパフェ静岡ですか、はい。静岡です。静岡締めパフェということで、これあのホームページもありましてですね。うん、そうあるんです。締めパフェ静岡締めパフェっていう、はい。札幌だったですかね、こう本家というか、へー、うん、え札幌に締めパフェ文化がある、合ってますかね、ママさん大丈夫だよね間違えてたらコメントください、間違えてたらそうそう訂正ということですね、間違えてたらコメントください、で締めパフェが本部があって、こう静岡の方にやってきてという、はい、それで2年、締め2年だよねあ出てきた、そうそうそう、で結構いっぱいあるんですよ、へー、うんはい、そうそう、フランス語でパルフェ、おー、まあ、もっとこう発音はちょっと違うかもしれないんですけど、そうですね、うんうん、そうあのそうです、だから静岡でも結構
結構十何店舗ぐらいあるんじゃないですかね。ここその締めパフェ加盟店ということで、うんですね、うん、なんですけども、そこのですね、ところで、まあまだ大丈夫何が大丈夫かわかんないけど大丈夫、2年目で大丈夫ってこと、2年目で大丈夫かな、はい、本当だ。パフェとはフランス語で完全なの意味だって。パーフェクト、うん、から来てる。パーフェイ、はあ、パーフェって意味なのかな。パーフェ、うんうん、あ、そうそう、英語のパーフェクトと道理って書いてある。ああ、すみません、いかにホームページを僕が読んでないかっていうのはここ、なんか暴露大会みたいになってるそうだね、日本では背の高いグラスに入ったアイスクリームに果物やチョコレート、生クリームなどを添えたアメリカンタイプのものが主流になってます。アメリカンタイプ、うん、なるほど、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、いいな、私も締めパフェでも基本好きですね。ああ。締めに何派ですか。ここそもそもの。飲みの締め。飲みの締め。飲みの締めか。でも最近どうですかね。こうなんか締めっていうわけじゃないけど、こうアイスとか食べる人いないですか。うん、アイス食べる。うん、そんな感じじゃないですか。うんうんうん、締めにこうアイスと言いたいところをこう パフェ。うん、ぜひパフェ。そう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 。もうちょっとフルーツも乗っけちゃおうかね。うん、そう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 。アイスだけじゃなくて、それでこうバランスよく、そしてその次の日に。いい疲れを残さないように。おお、疲れも結構適当に物言ってますけど。ラーメンは残りますからね。残りますね。うん。次の日。はい。まあ、そうそう、米とかね。うん、米。米。米。締めに。お茶漬けとか。ああ。おにぎりとか。あ、そういうことですか。飲んだ後だよね。飲んだ後、飲んだ後。の後にアイス。ああ、アイス、アイス。のアイス。うん、アイス。パフェ。で、パフェ。デパフェ。デパフェ。うん、そうそうそう。焼津、うん、はまだ締めパフェ入ってない。あ、そうなんですね。いないですかね、多分。うん、静岡が結構中心で、結構有名店も入ってるんですよ。あ、そうなんですね。え、この店がみたいなですね。はいはいはい。行かねば。そうそう、行かねば。結構あるから、コンプリートするのが結構大変。大変ですよ。あの、一番東は由比まで。由比にもありますし。で静岡にこうバーっていっぱいあったりとか、あっていうですね、うん、っていう、そんな締めパフェが2年目をもうすぐ迎えるということにあたって、はい、ありがとうございます。スタンプラリーを、はい、これ言っていい？だんだん、いや、もう遅い。静岡市だけなのであそうですね、厳密にはそう、静岡市清水区由比っていう、あ、まあ、そういう括りでいけば、はいはいはい、そう、静岡市だけ、はい、いやー、恐ろしいですね。静岡市ってのはそこも広いのかっていう、ね、うん、静岡市、うん、大きいですよね、はいはい、なのでよくこうちょっとずれますけども、うん、こう青い区まで行きますとかって、これちょっと怖いですよねでどちらですか、井川なんですけど、うん、とかって言われたら、一応青い区だから、そうそう、筋は通る、山奥的な、そうですね、その山奥もそのなんていうんですかね、安倍川とかそういうレベルじゃなくてですよね、もうなんか県境まで行っちゃうっていうですね、うん、ちょっと向こう行ったら山梨とか、うん、そうそうそう、ちょっと交通費もらっていいですかみたいな、ね、あれおかしいなみたいなありがちですね、そうそうそう、静岡市あるあるですよね。浜松の私が言うとなかなかちょっと出過ぎになっちゃうんでちょっとね、ちょっと危険なワードではあるんですけれど、はいはいはい、まあまあ、ちょっとまたイベントをですね、多分やるんじゃないのかなって僕は勝手に思っていると、うん、まあ、ちょっとそんなレベルにしておきましょうか、ね、いいですね、うん、はい、ズバットさんって言えばいいんですか。はい、ズバットさんでいいですよ、うん、ズバットさんって、まあ、一応ようこそハポンなので、はい、外国とか行かれたことありますか。外国、一回だけオーストラリアの方に。ああ、オーストラリア。すごい前に、10年、もう10年以上前ですね。おお。一回こきに行きました。はい、はい。それはこう何をしにとかってあるんですか。あ、仕事の関係の研修旅行みたいな感じで。はい、まあ、オーストラリアに研修ですか。あ、はい。その当時いろいろ頑張っていたので、うんうんうん、ちょっとご褒美的な感じで連れて行って。なるほど、なるほど。そうなんですね。オーストラリアのどんなところに行ったとかありますか。ね、なんかイメージっていろいろあるじゃないですか、オーストラリアの。ゴールドコースト。おお。ケアンズ系です。ケアンズ。ゴールドコースト。はいはい。かな、うん。だったと思います。うん、なんかこうイメージってあるじゃないですか。僕のオーストラリアのイメージって、まあ、もちろんそのオペラハウスでしたっけ、なんかシドニーとかああいうところもあれば、はい、こう大自然に、そうですね、どっちかっていうと私は大自然の方です。あ、そっちの方、はい、はい、
ああ、じゃあなんかこう動物系のなんかそういう経験とかあるんですか。あ、コアラ抱っこしました。お、動物園でびっくりしましたね。へえ、意外と重くて、はい、うん、あ、やつは熱いんですよ。あ、そうなんですか。うん、抜く、もうほんとなんかね、赤ちゃんより体温高いのかな。あ、こうね、やっぱね、イメージよりだいぶ重くって、うん、で爪が結構鋭いので、はいはい、そうですね、こうね、こう抱っこする、はいはい、じゃこう、うん、こう来るんですけど、そうそうそう、これが向こうも必死なんですよ、はい、だから結構こうくぐってくるっていうか、痛い痛いで、記念撮影するからこっちは笑顔でなくて、はいはいはい、こう抱っこしててこうくーってここにこう爪がくーってきてる、痛い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 みたいな。でも向こうは笑顔でいてくださいみたいな感じだったんで、それがなかなか動物系としてはこう面白い思い出でしたね、はいはい、結構必死なあのお写真1000円ぐらいかな、あれ1枚あの記念でくれるやつ、はい、あれがね、なかなか必死の張り付いた笑顔でコアラはすげえ真顔でこうみたいな表情とかあるんですかコアラって。いや、ないなさそうですよね、うんうんうん、ああ疲れたみたいな、人間疲れたみたいな感じで抱っこされてましたね、うん、エアーズロックとかコメントが、あ、エアーズロックどんな感じ？知らないです。あれみたいな感じ？あの大きい。大きい。山っていう。山。まあロックだから当然岩でしょうけど。こうなんか遠くから見るとそういう色なんでしょうね。エアーズロックってどんな感じ？いやー、どうなんですかね。オーストラリアか、全然僕ないですね情報が。あ、そうなんですね。はい。こうヨーロッパとかは結構あ、うん、だったりするんですけど。今仕事場の人がちょうど今日旅立ちましたね。あ、そうなんですか。どちらに？オーストリアとかドイツ。オーストリア、ドイツ、うん、音楽を親しんでくるの、はい、なんて聞きましたけどね。あ、まあ向こうはそうですね、うん、そうそう、うん、グレートバリアリーフ、おう、ん？ゴールドコースト、あ、まあダイビングとか行けば、うん、あ、ダイビングやったんですか。やりたかったんですけど、ね、やりたかった、やめました。やめた。根性ないんでやめました。あ、そうなんですか。え、水が苦手とかじゃなくて、うんうんうん、むしろやりたいぐらいなんですけど、おー、なんかね、まあね、その時はやめました。うーん、一回沖縄とかでやってみたいですね。あー、はい、はい、はい、そうなんです。僕水ちょっとダメですか。ちょっと怖いですね。まあちょっと泳げる、泳げるには上ですよ。あの金槌ではないんですけど、はい、うん、こうなんか結構深くまであれ潜ってくるんですよね。どうなっちゃうんだろう。あのうダイビングのボンベしょって、はい、これをして、はい、あの水を抜くだっけ、鼻からこうプシュってやるやつ、パテってやるやつができないと、はい、なんかこう、うん、ねとかって聞くんだけど。あ、そうなんです、ね、知らないんだけど、ね、すごい適当な知識で言ってるんだけど、なんかあの鼻から水だか空気をプッて抜くやつができないと、なんかダイビングになっちゃうっていうのはちょびっと聞いたことありますよね。はい、はい、うん、なんか潜っていくのが大変だっていう話は聞いたことがですね、うん、こう浮遊す、あ、浮いちゃうらしいんですね。あのボンベも重たいしいいっていうところでですね、ずっとその深いところをずっとこう潜り続けてい、うん、くっていうところが、うん、まあ難しいというところで、葉っぱですかって、葉っぱですかって、あ、グレートバリアリーフ、あ、葉っぱですかってこと、そうそういうこと、合ってる。葉っぱじゃないぞ。あれどういう意味なんでしょうね、グレートバリアリーフって。うん、そうですね。うん、知らない。グレートにバリアしている葉っぱ。ああ、そうそう。すごいテキスト。ああ、そうです。はい、まあそんな、うん。そうそう、こういうのですね、こう結構ですね。ああ、なんか。そうそう、こうやって見て。ましたよ。さすがですね。こういうのを。でも肝心な、なんそのグレートバリアリーフが何なのかっていうのが、あの出ていなかったというですね。綺麗だね。そう、あのこれ本当にですね、配信やってるとですね、そういうの調べてくださる方がいたりとかですね。あの本当にこうなんていうか、配信も一つのこうチームプレーというところって結構あるんですよ。あのそういうのやりながらやるとですね、
これ一人でやると結構大変なんですけど、まあこういうのとがあったりとかですよね。で今こう Facebook でこうコメント欄とかそういうの出てますので、そこでこうタイムラインっていう形でまあ僕らよく呼んでたんですけども、まあそこでこうまあ例えばイベント告知をする、でホームページこちらですよって言ってもやっぱこうフリップとかそういうパネルとかに出してもですよね、皆さんそれをこう入力しなきゃいけないじゃないですか。でまあそれもいいんですけども、実際そのコメント欄にですね、こう視聴者の見てる方がですね調べてリンクはここみたいなのを載せてくれて、もうそこをクリックするだけですね、こうホームページに行けるっていうですね、それがこう僕が10年前にこうやってたような配信のですね、こう世界っていうかですね、こう本当に視聴者の方にこうですね、こう助けられるというかですよね。私は先輩に助けていただいた先輩からいろんな知識をいただいて今後に生かしたいなと思っています。そうきたのか。グレートバリアリーフ、歯にがけでハガキオフ。親父ギャグ、宇治英さんの先輩特許取っちゃダメだよ。これ本当の答えじゃなくて。わかんない、大喜利みたいになってますね、コメント欄で。はいはい。すいません、なんかいえいえ、もう結構締めパフェからなんかそうですね、話が飛びましたけど、まあとにかく締めパフェっていうのがまあとりあえず今ありますよというですね、締めは決してこうラーメンだけではないとパフェ、ね、ですね。まあこうラーメン行きたくなる気持ちもわかるんですけどですね、まあそもそも僕もラーメン派だったところはありますけどもですね、まあそんな動きがまた あるかなと。札幌とかテレビとかでやるんですけど、本当にこうおしゃれなパフェがですね、いっぱい出てるんですよ。飲みの後だからだいぶ夜中でもやってるってことですね。そういうことですよね。そういう、まず飲み屋さんが出して、飲み屋さんが出していたりとか、レストランだったりとかですよね。まあ遅い時間って何時ぐらいで？だって、そうですか。まあ人によって違いますよね。どう？皆さん何時？10時？11時ぐらいまで飲んでるんじゃないですか？どうですか？なんか急に小声だけどメンバーにもやりますね。そうですね、メンバーによっては11時ぐらいに終わるところもあれば、最近だと6時ぐらいまで朝の朝あらもうですね、こうなんか締めにこうなんか朝マックそういうレベルですよねまさかのファミレスのモーニング、モーニングみたいなですね僕スペインに留学してた時期があったんですけど、それなんかだと、まあ、あっちだとこう朝帰りなんて普通なので、そうなんですね。そうなので、5時6時ぐらいになるとパン屋さんが開くので、パン屋さんでパン買って、締めにパンみたいな、そういう人もいたりとかっていうですね。そうなんですよ。で帰ってきてからあんまりその遅くまでやってるとこってないなって思っていたんですけど、それが20年ぐらい前の話ですね。あれから20年経ってもう本当にこう朝までやってるお店がまあいっぱいあることですね。ずいぶん増えましたよね。焼津ってあるんですか？わかんないです、私も焼津じゃない。なるほど。ある？あります、焼津。朝5時ぐらいまで飲めると。わかんないんだよ。青木さんって飲めるの？飲めるけど飲まない。飲まない。へえ。なんて、はい、それではアキラさん、また締めた世界によろしくねはい、今週もね、まあ、ちょっと今会議ということで、ちょっと僕が風邪をひいていたせいでですねちょっといろいろこうもろもろ滞ってしまって非常にこう申し訳なくですね思うんですけど、よろしくお願いします。いろいろご迷惑をおかけしました、ということで、あと長谷川さん、アスカさん、アウォーターカラー、水彩画、あ、そういうに、なんか解読してください。ごめんなさい、なんとなく、なんとなくわかる、ちょっと大喜利な感じで、ね、なるほど、大きい、まあいいや、はい、まあいいや、あんまり、商店とか興味ないですか？いや、なくはないんですけどですね、あ、そんなことないですよ。なるほど、そういうことなんです。いやいや、面白いこと大好きだ。あ、そうなんですね、はい、なるほど、はい、まあそんな感じでもうすぐ25分になるのかな、はい、と思います。一応ですねいいの、こんな感じでいいと思いますよ。まあこんな感じで、ですね、すごい適当に喋っちゃった、はい、ありがとうございます
またアキラのようこそ発本、まあ、せっかくなので、はいまあ、いろんなお話をしつつ外国のことも入れながらですね、まあ、いろいろ告知事項もまた来週以降ですね、していきたいと思いますので、まあ、今日はこんな形でちょっとゲストさんも、はい、ズバッとさん今日は呼ばせていただきました。では皆さんもまた来週ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、バイバイ。この後はマイクアキラのマイマイマイキーズですね。アキラ、またアキラ、はい、よろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございます。どうもありがとうございました。